かに。ラフを離れて随分経つというのに、ここの殺気は減るどころか、むしろ増しているな。喜ばしいことだ。言ってみただけだ。そう警戒せずともよい、小僧。我はただ、過去の情景を忍んでいたに過ぎぬ。だが、ケーゲンの手配した同行人があの小僧とは、お前とは何かしら縁があるのかもしれぬな。次から次へと客人が来るね。炭鉱先生、どうしてここへ？邪魔をしてすまない。将軍に用があって来たんだ。そのもしあの時の捜査で僕が早まって手を出して怪我をさせたことの賠償を求めるつもりなら罰を受けるよ。この先100年、僕の補給を賠償に当ててもいい。お前は運気軍としての責務を果たしたまで何も間違ってはいない。今回将軍を訪ねたのは性格ハンターの動向を聞くためだ。あいにく将軍様は用務があって出かけてるの。ただ立つ前に将軍様がある伝言を残してね。炭鉱さん、階段のところに立ってる人を知ってる？いや、知らないが。将軍が不在ならまた日を改めるとしよう。そう、彼女のことを忘れたんだ。なるほど、寿命が転生すると本当に前世のことをすっかり忘れちゃうんだね。あの方は泉州ラフの前代剣主慶龍様。あなたの前世、陰月君とは生死を共にする仲だったの。それどころか将軍様の恩師でもあった。戦時の公文書によると、彼女の剣の前に倒れた北条の民は数えきれないほどいたみたい。増欲者の上衛も堀人の不老も、山ほど高かった奇獣でさえその一撃を受け止めることができなかったとか。だから当時はそれはもう名を馳せてたの。でもそれも大昔のこと。残念ながらそれほどの英雄でさえ魔恩からは逃れられなかった。魔恩に落ちた慶龍様は狂い、あまたの殺生を犯した挙句、生きがいに逃亡した重罪人になったと言われてる。本来彼女ほどの腕があれば誰にも捕まらないんだけど、なぜか行商人を装ったある容疑者と一緒にラフに現れて自首してきたの。ただその条件として、
審判を受ける前に自由が一日欲しいと言ってきたんだ。林園教で旧友たちに会いたいってね。で、理解しがたいことに将軍様はなぜかそれにうなずいたの。将軍様が用務で離れる前、私たちにある任務を残した。渓流に付き添い、ラフでの最後の一日を過ごさせるようにって。つまり客人の接待なんかじゃなく、これは罪人のご相談。来たか、陰月よ。せっかくだ、もっと近くに来て昔話でもどうだ。それとも今世の名で呼んでほしいか。炭鉱、言ってあげて。炭鉱さん、あなたに話があるみたい。気をつけた方がいいよ、炭鉱先生。あのお姉さん、かなり手ごわいから。我が泉州を離れるとき、こう聞いた。奴らがお前の鱗と角を奪い、強制的に転生させ、また幽州獄に閉じ込めたと。もう陰月君は存在しないと思っていたが、我がラフに帰ってみると、まさか再び海を割り潮を引くお前の姿が見られるとは。さながら覚醒の感がある。お前の言う通り、陰月君の人生は幕を閉じた。今お前の前に立っているのは全くの別人だ。ああ、分かっている。寿命の輪廻転生を経ることで全ての宿業と罪過は消えてしかるべきだからな。今のお前は四方を旅する七死人でしかない。だが人は本当に過去の自分を切り捨てられるのか。我の推測が正しければ、粒子たちは流脈が途絶えるのを惜しみ、陰月君を蘇らせようとしたのだろう。故に脱輪の刑に小細工を漏して世間を欺き、お前を今の姿にしたのだ。昔話をするために来たわけではないのだろう。いい加減目的を話したらどうだ。先ほど寿命族の娘から聞いたはずだ。どうした、耳でもおかしくなったか。我がラフに戻ったのは同盟に自首し過去の罪と向き合うため。ただ審判を受ける前に一日の猶予を乞うたのだ。旧友たちと再会し親密であった頃の約束を果たすために。軽減は昔から優しいやつでな。お前を呼ぶと聞いたら我の望みに応えてくれた。ということは、列車に届いた手紙はお前が送ったものだったのか。ああ、そうだ。海弱玉を隠さず、利量明月を吐く。林園郷の景色は詩で歌われているようにそれで美しいけど、僕のような容疑者を相手に枷もかけず牢にも入れないとは。このような場所に連れてきて本当によかったのかい、将軍殿。
あそこは厄介事が多すぎる。これ以上問題を増やすべきではないと思ってね。安全を考慮し、君にはここで審判を受けてもらう。安全を考慮ね。どうやら僕の安全を言っているわけじゃなさそうだ。性格の降臨、剣木の蘇り、そして壊滅の指令が天白氏の節都市に成り代わっていたこと。天白氏の調査によると、君は正体と一緒にラフを訪れたが、滞在していた数日間誰とも貿易活動を行っていなかった。そしてちょうど君が離れる予定の日に災いは勃発した。君は騒ぎに乗じて優秀国に忍び込んだが、何もしていない。そして今、性格の災いに対する責任を負うと告げて自首した。怪しい。どう考えても妙だ。君のその行動を果たしてどう解釈すればよいのか。僕は行商人として頼まれたものを送り届けたまでさ、その裏に隠された事情までは知らない。優秀国に忍び込んだのは確かに目的があってのことだけど、今のラフに僕の求めるものはなかった。自首をしたのだって罰を受けるのが怖かったからさ。いくら星の海が広大といえど、同盟の追跡から逃れることは難しいだろうからね。行商人、羅刹殿は冗談がうまい。愛英の城での所業、シュラウドベール聖域に残された数々の過去、私の口から詳しく説明した方がいいかい？それとも、あの舌を噛むような名前で呼ぶべきだろうか？おお、さすが、新作将軍と呼ばれるだけのことはある。お互い様だよ。事前に調べておいた甲斐があった。でなければ、この場をしらけさせてしまうところだったからね。将軍殿が妙に思っているということは、僕の代わりに弁明をして性格事件の容疑を晴らしてくれるということでいいのかな？いや、それは私が決めることではない。こたびの件は同盟を転覆させようとした重罪だ。故に法に従い、君は泉州巨領に護送され、獣王氏と七天将の連合審判を受ける。そして栄罰を課せられることになるだろう。がこのひとときは人間郷の家系を堪能するためのもの。ラフの景色もこれで見納めだろうからね。彼女から聞いたことがあるよ。数百年前、雲上の五騎士はここに集い宴を挙げたと。貴殿の師であり絶世の剣技を誇る慶龍、雲銀の術を有する陰月君丹風、精査を巧みに操る飛行士白樹、そして神技を鍛造した守名の名将王政と、志望に長けた将軍殿、かの五人は魔を払い数多くの伝説を残した。だが嘆かわしいことに世は無情なもの。雲上の五騎士はやがてちりぢりとなり、今では絶縁状態。将軍殿が僕を優秀国から連れ出したのは安全のためじゃない。聞かれたくない話があるからだろう。そう、これまでずっと話を避けてきたあの人物、将軍殿の師匠慶龍殿の話だ。さて、
そろそろ行くか。古地をいくつか巡り、酒を一杯飲みながら在し日を偲ぶとしよう。は？自分が観光客にでもなったつもり？ああ、慣れなくもないぞ。小僧、そう浮かぬ顔をするな。我は同盟に自首したのだ。それを保護にして逃げる気はない。お前たちの将軍様も我の望みに応じたのだろう。そして陰月よ、お前には共に来てもらう。拒否はさせんぞ。前世を覚えていようがいまいが、我の手紙を受け取ったのであれば誘いに応じたことになる。案内しろ。さあ、どこから始める？開成校か、それとも構造史にするか。懐かしい日々があまりに多く、それらが頭の中を駆け巡る。だというのに我の手はそれに届かない。はあ、先秋人は年が千を超えると日々山を背負いながら生き、まるで迷宮をさまよっているかのようだ。場所を選ぶだけなのにそんなに難しいわけ？だったら僕が代わりに選んであげるよ。よし、開成校にしよう。小僧は精が出るな。ならお前の言う通りにしよう。精査が見たいなら玉海門にたくさんあるでしょ。顔を上げれば見られるっていうのに、なんでわざわざ開成校まで？小僧、古族の飛行士で白樹なる名を聞いたことはあるか？白樹聞いたことあるような。陰月よ、何か思い出したのなら言ってみてはどうだ。どうやら陰月君の戦友だったらしい。戦友で友人、陰月のであり我らのでもあった。まあよい、どれも過去の運営に過ぎぬ。開成校に来たのはただあの子を弔うためだ。それって古族の慰霊祭のこと？ああ、亡き者を星座に乗せ星空へと送り出す。あの時はせいていたゆえ、まともに別れの挨拶もできなかったからな。ナフを離れる前にこの心残りを片付けておきたかったのだ。だが星座の製造には詳しくない。ここで作っているということしか知らなくてな。
じゃあ僕についてきて。僕も星座の製造についてはさっぱりだけど、ここの奇数を動かすのはそう難しくはないよ。